こんにちは、サブチャンネルご覧いただきありがとうございます。ちょっとね、とあることがありましてこのターゲットをいただきましたので紹介しますね。ウエスタンアームさんのペッパーポッパーです。はい、もう売ってます。確かこれ1800円だか1600円だかだったと思います。で、調整機能がついてて、あの角度ね、設置場所によって水平が出てなかったりとかすると、もうあのすごい前傾にしちゃうとね、打ちか打っても倒れないとかあるし、あのまあそこら辺調整するのがついてるのはさすが、まあよく考えられてるなという感じがありしますね。じゃあ見てみましょうか。なんかね、6個セットとかもあるみたいですよ。組んでるっていうか簡単みたいですね。あのそんな組まないみたいな大きさの話じゃなかったです。多分こう差し込んで、あ、多分これ今マックスになってるんだ。こうやりまして、もうちょっとよく見ますか、キュッと、はい、こうでしょうね。はい、なるほど。よく考えてますね。これでキュッ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 と調整するという感じで、当たると、あー落としちゃった。取説もついてますよ。後ろになんか貼ったりとかするものもついてるし、ちょっと飛んじゃってるかな。はい、まあ行きましょう。じゃあ早速なんで、せっかくだからね、ちょっと打ってるの見たいですよね。だからこうやって、ああね、あのガチの実銃のすごいでかい、多分高さ1メートル近く、まあこれぐらいあるのかな。は見たこと、まあ打ったこともあるんですけど、それに比べるとすごく可愛いですか。エアガンよりちょうどいいです。ちょっと3メートルぐらい先に置いてみます。多分なんですけど、このナットの位置をね、内側に持ってこないと全然角度がつかなくて、多分これが正解。あ、なるほど、止めにもなるんですね。だいたいこういう感じになるかなと思います。さあ当たりますかね。やっぱりね、ウエスタンアームさんの銃で撃つ方がいいでしょ。いきます。ちょっと根元をまず打ってみましょうか。弾大丈夫かな。やっぱりね、根元だと当たっても倒れないですね。いい音しますね。あ、倒れた。根元でも当たったら倒れることもあると。でもこういう時におすすめは頭ですよね。ヘッドショットというか、上の狙えば、あ、やっぱり倒れる速さも違いますよね。何よりこの音いいですよね。複数並べてカンカンカン、バキンバキンバキンみたいなね、感じで遊ぶのもいいかもしれないですね。はい、まあ、当然金属製のターゲットなので大丈夫ですね。特にあの傷ついたり、まあかなり打ってもこれだと全然ダメージなくていいですね。で、まあ塗装とかでね、剥がれてきたら余計またそれっぽくなっていいんじゃないですかね。今のところ全然問題なしですね。いいっすね。以前にね、あのボイシーっていう音声メディアでね、エアガンターゲットについてのお話などもお話というか話などもしてますので、はい、こういう感じかな。はい、サムネっぽいですよね。はい、というわけで、皆さんってエアガンターゲットどういうの使ってますか。昔はね、あのフィルムケースとかね、カメラの、あとマッチ棒とかよくね倒して、あの時威力もなかったからちょうど良かったですね。まあ、今だと私のエアガンターゲットは APS のプレートとかブルーズアイとかスティールプレートにはなったけど、まあ盛り変わってないですね。まあ、というわけで、エアガンターゲットペッパーポッパーについて紹介してみました。ウエスタンアームさんでね販売してますので、もし気になる方は買うと面白いかと思います。ご視聴ありがとうございました。